Space Monkeys TV。 はい、Welcome to Space Monkeys TV。 今日は皆さんにね、ちょっと重大な、告知があります。Space Monkeys TV に、新しく編集員としてメンバーが加わりました。みねくん、よろしくお願いします。声だけ出演ですけどね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何かこう持ち込み企画が決まるんでしたっけ、みねくん。はい、はい、早速なんですけど、はい、サルさん、はい、釣り具全部売りましょう。どういうことですか？まあ最近の動画全部見させてもらったんですけど、はい、ビッグメイトドリームの、はい、企画があるじゃないですか。ありますね。これだけ残して、ね、全部売っちゃいましょう。これ残して、ね、これをだけで、はい、しっかり見させてもらいましたけど、はい、最近甘いっすよ。泥臭くガッチリやっていきましょう。マジで売る？売ります。マジで？おー、なんとなくわかるよ。そのビッグメッドドリームね、やってるからね。あの10月から始めましょうなんつってて、まあこれ1本で、まあジョイクロ70から128、148、最終的にはシャックワンというめちゃくちゃでかいルアーでやるんですけど、爪が甘いと。はい、よーし、わかったよ。まあいろいろなことやりたくて、いろんなロット買うわけですよ、ブラックバスターたちは。はい、これ一本でもお前全部やれんだろっていう泥臭さを見せろっていうことですね。それはスペモンの釣りの泥臭さを。それです。買ったばっかだよ。行きましょう、すぐに。売りに。軽いな。オッケー。分かったよ。俺は別に否定する音じゃないよ。ちょっと、本当に。オッケーっていう、マジか。ロットもだよね、そうしたらね。もちろん。オッケー。じゃあ車回します。早いね。OK、 分かった。すごい内容ですけど、いきなりみゆくん、いきなり合流して一発目の企画が全部釣り具売る。分かりました。じゃあちょっと選別します。選別する、ダメ、選別もダメです。全部です。全部で、ね、OK。 海釣りはいいでしょ。あ、全部で。OK。 じゃあいくらになるかだよ。マジか。本当に売るんですか？はい。わかりました。格好決めます。明日から過酷な釣りですよ。そうですね。楽しそうに言うな。そうですねって。リールだけ残してくれてるとかダメ？ダメです。まず、軽かったコンクエストですよ。いいですか？軽かったコンクエストね。で、これ、アブガルシアの、スーペリア。森田よしまのの SLX。店内は撮影できないんで、じゃあ売りましたっていう保証書だけちゃんと見せましょうか。じゃあ、確実に言います。終わりました。うわぁ。マジで持ってっちゃってるよ。足取り早いよ、ちょっと。行ってきました。終わりなさい。行ってきました。そんな、はい、何持ってるんですか？いや、ちょっと待ち時間にちょっとゲームしてチョコレートゲットしたんですよね。何やってんすか？見てよ、ほら、希望の雫もゲットしたよ。何リンゴジュース取ってんすか？やばいっしょ。行ってきたよ、本当に。でも2000使ったよ。ダメじゃん。まあ詳細はあっちに戻ってきてからでもいいけど、まあ一応売ってきたっていうことで、はい、手書きですけどね、これです。確かにね、やっとこれでスタート地点ですね。これもゲットしたけどな。募集しないでくれる？これは。まあ、よしよしよし、よかった。じゃあ手飲もうね、一緒に。はいはい、わかりました。じゃあ戻ります。金額は戻ってから発表します。戻ってまいりました。はいはい、査定表をください。はいはい、読みますか、金額。販売買い取ってもらいました私の釣り具ですが、ダイワリベリオンとロットか、レイドジャパンのグラディエータースカイウォーカー発表します。リベリオン、ダメージ小あり、
買取金額なんと6,500円。お、なかなかでしたね。で、レッドジャパングラディエーター、俺これ12,000円ぐらいいくと思ったんですけど7,500円。うん、うん、リベルの方が安いんですよ元には。で、ギガロットリール、まあ、これはゲームのリールですけど10円。で、次リール、シバラ SLXBFS が、あれが18,000円ぐらいかな。ウェイトフィネスの最安値リールで、なんとね、7,000円、割としましたね、7,000円。で、気になる、シバの21コン、カルカッタコンクエスト、これですよ。俺がもうずっと今季やばいぞって言ってた理由なんですけど、買取価格、これが、買った側で5万円はいかなかったのかな、4万6,000円から8,000円で大体売り買いされてる。これが買取金額22,000円、まあ約半額。で、スーペリアがエッジの傷が少々あって2,500円、あれがね、1万で買ったんですよ。1万で買ったら、店頭、その2、3日後で店頭を半額で売り出した、急に。俺9,000円ぐらい買ったんですよ、あれ。そしたら、なんか、次の日に、ね、なんか、生放送とか、で、視聴者さんが、スペモンさんの買ったスーペリア、次の日5,000円で売ってましたよ、みたいな店頭で。まあ、それが2,500円の半額。まあ、大体なんか、新品に近いような最新のリールは、大体ああいうところだと、まあ、半額から、まあ、半額ちょっとマシぐらいの感覚じゃないから売れる金額はね。さあ、というところで急展開しました。10月1日をもちまして、まあスーパーミッションですね、これね。スペモンは泥臭く食われと、ということで明日からっていうか、もう今日からこれだけでちょっと釣り進んでいきたいと思います。まあビッグベッドリブの企画もそうだし、こうノイケ攻略みたいなやつをちょっとね、いろいろ面白い企画をね、盛りだくさんに今練ってまして、まあ、それ一本でやれるスペモンのスタイル、ちゃんと深く追求して、視聴者さんに見せていけよってことで、やっていこうと思います。いいですか、峰君。頑張りましょう。OK。ってことで、俺がちょっと、この企画中に、少しでも弱音を吐いたら、叱ってくださいね。ビシバシと。OK。甘くいかないです。ビシバシと泥臭い。もう、釣り込んで見せていきたいと思います。皆さんもコメントでね、おい、ちょっとスペモン、お前ちょっと、余ったら出んなってことあったらコメントで叱ってください。頑張ります。で、売上金は峰君のポケットの中、また考えましょう。わかりました。